みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんこんにちは。新しい筆の武器が出たんですけど、今回のパブロと北斎、そして新武器のフィンセントさんに来てもらいました。で、なぜかヒレオさんもいるのですけど、今回はこの全員でレースをしてもらいます。で、レースなんですけど、今回レースのルートを説明します。ついてきてね。いくよ。ここ走って、ここがゴールとなっています。最高ゴールです。わかりましたか？で、わかりましたか？わかった。えらいえらい。ひろさん賢いな。じゃあ、位置についてください。位置につく。ひろさんしか位置につかない。ひろさん、賢い、優秀だね。うん、こう、優秀だ、ひろさん。すごいね。あ、来た来た、フィンセント。来た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 。いいよ。じゃあ、スタートの合図はなんですけど、この、センサーを下に投げたらスタートです。わかりましたか？それでは、いきます。レース、開始します。いきます。位置について、よーい、スタート。さあ、レース、始まりました。ヒルさんは走ってますね。一番先頭を走るのは、パブロ。北斎、フィンセント。あ、いい、いい、すご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 い。早いね。あ、パブロインクなくなっちゃった。さあ、インクなくなったらその場で回復しないといけません。オッケー。あ、北斎もいい感じに来てますよ。フィンセントも抜いて。頑張れ、頑張れ、頑張れ。さあ、ゴールに一番近いのはパブロか？パブロなのか？誰が一番早いんだ？どうなってんだ、これは。あ、誰か抜いた！誰か抜いた！パブロは、あれ2位は誰だ？ちょっと待って待って、なんか立ってる。ゴールに誰か立ってる。順位、ヒレオさんがなんか、ゴールにいまして、1着ヒレオさん、2着パブロ、3着フィンセント新武器ですね。で、4着北斎っていう順番になりました。筆じゃない人が勝ちました。俺の、多分だけど、あそこにビーコンがあって、ビーコンにスーパージャンプして多分1位に、ショートカットして、来ましたね、これね。何やってんの？何やってんの、これ。なんで、どうでもいい武器が1位になっちゃうんですか？皆さん、こんにちは。うなちゃんです。本日はですね、このコンブトラックを使って縄跳びをしていきたいと思います。実はスプラトゥーン2の時に、この縄跳びをやったことがあるんですけど、復活した、ステージが復活したということで、スプラ3でもやっていきたいと思います。なんか見えてるな。見えてるな。皆さん、こんにちは。ヒレオさんチャンネルです。ぴょーん。ぴょーん。ぴょーんということで、縄跳びをしていきたいと思います。今から縄跳びをします。頑張ってください。二人が縄を回してくれます。わー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 。そう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 。あー、縄が離れてっちゃう。縄が離れてっちゃう。頑張れ頑張れ。一番難しいのはこの縄を回す人かもしれない。息を合わせないといけない。縄跳びやだ、縄跳びやだ。僕縄跳び怖い、縄跳び怖い。あ、いいじゃん、うまいうまいうまい。うまい、息ぴったりだよ。息ぴったりだよ。急に枕とぞ。イカちゃん、じゃあ、飛んでみる？この縄。行くか？ちょっと昔の縄跳びってそこ、中にこう入らなきゃいけないじゃん、こうやって。はいって。駆け抜けてこう。早いな。縄早いぞ。ちょっと待って。ヒレオさんの首が縄と一緒に回ってる。あ、うまいうまい、頑張れ頑張れ。イカちゃん頑張ってる、頑張ってる。うまいね。みんな、じゃあみんな入ろうか。頑張って、入ろうか。タイミング見て入ろう。はい。俺も入った。はい。
はい。飛んで。ヒロさん、ヒロさん、ヒロさんこっちだよ。あいつ怖がって来れたのか。ヒロさん、ヒロさんこっち来て。みんなで、みんなで10回なのに。ヒロさんが来ないと10になる。ヒロさん。あ、怖い怖い怖い、無理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 。あ、僕怖くていけないいけない、怖い無理無理。あ、怖い本当に。あ、もうタイミングわかんないし、もう怖い怖い怖い。怖い怖い、無理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 。あーらららら。あれらららららら。あー、無理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 。頑張れ頑張れ、なんか小学校の頃あったよね、こうやって頑張れって。頑張れ、来た。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ナイス！オッケー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 、みんなナイスナイス。皆さん、こんにちは。昔の人は、鳥を、弓を使って倒したり、まあ、狩人とかね、そういう職業があったぐらいなので、立派でした。で、今回、なんかちょっと刺さってたな。昔の人は弓を使って狩人を飼ったり、立派な人を飼ったりしていました。今回、ジェットパックを使って、イカちゃんには鳥になってもらったところを、我々がね、狩人として、弓で射抜く遊びをしていきたいと思います。よろしくお願いします。ジェットパックを使って、イカちゃんには、鳥になったところを、我々が、よろしく。はい、今からここで鳥さんが飛ぶので、鳥さんを倒しましょう。鳥さんね、こう動くからね。あ、ちょっと待って、今一発で倒しちゃった。鳥さん倒しちゃった、ヒリオさん。ヒリオさんもういないよ。何言ってんの？ヒリオさん、怖いな。鳥どこにいんの、なちゃん。鳥いないんですけど。何言ってんの？何が見えてんだ、彼には。いや、破壊しとるやん、団地を。あー、いないいないいない。鳥鳥鳥鳥。ヒロさん何言ってたんだろう。めっちゃ怖いんだけど。なんか見えてたんだろうな。あ、来た！来た、来ました。これを、うち、あ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 、ちょっと待って、一級入魂。ねえ。ヒロさん、俺倒した。ねえ、何言ってんの、ずっと。ちょっと。どこにいんですか。ないんですけど。ちょっとね、場所変えました。ここの、今目の前に見えてるところに鳥さんが飛ぶので、飛びましたね。さあ、ヒリオさん来たよ。撃ちなさい、ヒリオさん、当てなさい。あ、当たんない、難しい。あ、当たった、当てたよ、ヒリオさん当てたよ。ねえ。何、この人何言ってんですか。皆さん、この人何言ってるか教えてください。どこにいんですかね。彼は何言ってるんですかね。鳥もう飛んでないのに。危ない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 、今ちょっとかすったぞ。今俺をかすった。危ない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 。痛いよ。はい、ちょっと場所戻って。またここで、まあ、鳥さんというイカさんが飛んでくれるので、ここを狙っていきましょう。ヒルさん、来るよ。ヒルさん、準備しなさい。ヒルさん、頑張って当てて。今度は高いよ、ほら。ヒルさん。ほら、鳥さんめっちゃ飛んでる。うわぁ！うまい！当たったんですけど。僕うまい、僕うまい。僕強い。僕強い、僕強い。はい、再び、この町に鳥が大量発生して現れました。鳥を二人で倒しましょう。近づかないでください。ちょっと危ないよ、弓打つんだから。危ない。ほら、鳥さん来た、鳥さん来た。ヒロさん撃って、鳥さんを。鳥さん倒してる。当たった。あ、難しい。ああ難しい。ええー、ちょっと待って、なんか。ちょっと待って、鳥さんが地面に降り立ったところを、撃ってる気がする。イェーイ、ブグチョブグチョ。あ、生き残った鳥さんがいます。生き残ってますね。あー、ダメ！ダメー！
ちょーい。かわいちょ。皆さんこんにちは。本日はこのレンガから少し見えてる頭をチャージャーで射抜く遊びをしていきたいと思います。これはひろさんが考えて、僕がやりたいって言ってくれたので、一緒に遊んでいきたいと思います。皆さんこんにちは。本日はこのレンガから少し見えている頭をチャージャーで射抜く遊びをしていきたいと思います。これは僕が考えました。これはね、僕が考えたやつなんですから、僕が考えた企画ですから、よろしくお願い申し上げ存じ上げございます、ということで。はい、ということで、今我々はイカちゃん状態になって、攻撃をかわしてる状況なんですけど、今我々はイカちゃん状態になって攻撃をかわしてる状況なんですけど、まあ向こうもこうやって出てくるんだよ、頭を。向こうもこうやって出てくるんだよ。で、自分らも抜かれないように、こう相手のね、頭を倒すってのをやっていきたいと思うので、どっちが先に相手の頭を倒せるかっていう。面白そうじゃないですか。3対3とは思ってなかったし、これ俺考えた。違う、僕だ、僕が考えたの。さあ、よーい、スタート。さあ、頑張れ。やばい、撃ってきてる。いや、怖い、これ立つの。いや、怖い、難しい。うわー、くそ、なに、誰、ひれおさん、うまー。ひれおさん、うまー。よし、あと一人だ。オッケー、僕ちょーい。僕3人やったぞ。ナイス。僕強いんですから。イエーイ。僕強い。うわ、強い、ヒレオさんのチーム。強い。よーい、スタート。さあ、2回戦始まりました。うまい。待って、うまい、ヒレオさんが頭抜くの。頭でかいから。あ、オッケー、誰か倒した。くそ。いや、怖い。いやー、頭抜き。やばい。怖い、おめちゃん、怖い。怖い、ずっと狙ってるじゃん。出てこい。あら、相手隠れてるぞ。今、1対1。オッケー、倒した。オッケー、俺も倒した。あー、やられちゃったんですから。そう、今回はやられてしまいましたね。いて、何？なんかちょっかい出されたんだけど。何？3回戦目、いきましょうか。皆さん。頑張りましょうか。よーい、スタート。さあ、3回戦目始まりました。これよく見たら、ボーイはあんまり頭出てるイメージないけど、ヒデオさんの頭でかいな。やくそ、いやー、抜いてきた。あー、ごめん、打ち死み。あー、頑張れ。ナイス。いいぞ、うちのチームナイスだ。さすが。うまいじゃないですか。それでは、第4回戦目、いきたいと思います。今ね、なんか結構負けてる気がする。スタート。頑張りましょう。えい。まずは相手のリーダーをしっかり倒して。あー、やられちゃったんですから。残りの、2人を、倒したいが。オッケー、頭抜いた。この出てる頭を抜きたい。いや、くそ、惜しい。何？なんかいるんだけど。ね、なんでこんな近くで見てんのね。頑張れ。ちょっと、気になる。気になるんだよ、それ。頑張れ。味方頑張れ。あ、オッケー、倒した。なんでこんな近く痛いな。近いよ。ロちゃんが、強いな、ロちゃんのチームが。それでは、最終バトル、やっていきたいと思います。頑張って、やっていきましょう。よーい、スタート。怖い。いや、怖い。いや、待って。
ちょっと投擲はダメだろ。ちょっと、ちょっとなんか座れるんだけど。いて。撃て今の撃て。ちょっと投擲も。あ、どうなってるのこれ。さあ、最終バトル。やってこい。どうなるか。頑張れ。ああ、うまい。うまいよ。ロイス。イリオさん。はい。スイカ割りを覚えていますか？覚えてないです。覚えていますか？覚えてないです。忘れないでください。忘れました。スイカ割りとは、目隠しした状態で、はい、他の人が場所を教えて、スイカの場所を教えて、はい、スイカを叩くという遊びです。スイカで叩く？スイカを叩くの？叩くんだけど、はい。俺たち武器間違えた。これで行きましょう。いや、ダメですよ、これは。ダメ。行けますって。ダメ。うなちゃんは簡単でしょ。僕なんかくるくるしちゃうんだから。カーボンローラー。カーボンローラー変えましょう。はい、ということで、ヒレオさん。はい。スイカ割りは、見ないで、はい。そのカーボンで、スイカの役をしたイカちゃんを叩くのですよ。はい。はい。なので、今から目隠しをしてもらいます。はい、見ないで、ね。いや、だって怖い。ダメ、見ないで。いや、怖い。目つぶって。つぶりました。つぶった？つぶりましたよ。目開いてるよ。それは開いてますよ。じゃあ見ないでね。見てないです。これでも閉じてんですから。じゃあぐるぐる回ってください。そこで。1、2、3、4、はい、ストップ。いいよ。じゃあ今から、はい、右に3歩。右に3歩。うん、3歩行って。で、今回ステージ全部使ってやっていくので。はい。今回の。はい。ということで、左ちょっと向いてください。20度ぐらい。OK! ずっとまっすぐ来て。まっすぐ。そう。はい、ストップ。そのままちょっと右向いて。右。お、うまい！まっすぐ。うまいですか？本当に？うまい。いいね、ヒロさん。ちゃんとついてきてる、俺に。まっすぐ来て。はい、ストップ。左ちょっと向けるか？はい、A でまっすぐ来てください、そのまま。まっすぐ。あそこにスイカいるのは確認した。うわ、まっすぐ。うん、まっすぐ。ストップ。危ない。怖い、やだ。早く言って、怖い。ちょっと右向いてよ。右ってどっちですか？ちょっと右が。そう。もうちょい右。あ、待って、右すぎ。ちょっと左。調整が難しい。ちょっと、あとちょっと。あとちょっと見て。あー、行き過ぎた。あとちょっと右。わかんない。難しいんですから、この調整は。いいや。これでいけそうだな。待って。まあ、これでいいや。で、そこで、横振りで一発、ポンって打っちゃってください。うまい！あ、なんかやった音した。今ね、スイカ一匹倒しました。いや、スイカ一匹ってどういうことですか？生きてるんですか、このスイカは。イカちゃんですよ。スイカの役をしたイカちゃん。グロテスクなんですけど、グロテスクバージョンです、これ。あ、でもあと3匹いるので、ついてきてください。はい。左向いて。わかんない。ついてきてはわかんない。左向いて。はい、まっすぐ。はい、そのまま俺のとこまでまっすぐ。ついてきてじゃわかんない。ストップ。頭ぶつかっちゃって。左向いてください。そうですね。はいはい、オッケーです。まっすぐ。うまいね。僕、うまいんですから。うまい。あはまっすぐ歩けないのか。じゃあ、まっすぐ歩いてますって。見つけたぞ。いつまで歩けばいいんですか？あ、ストップ。ちょっと後ろ下がってよ。戻って。後ろ戻って。ストップ。ちょっと右向けるか。ちょんって。どっち？右。あー、逆。あー、左も行けるか。ヒロさん。左、もうちょい左。OK! まっすぐ歩いてきて。ここまで来て。ストップ危ない。わかんない。ちょっと右向けるか。ちょっと右。あー、もう20度ぐらい右。
20度か。あー、オッケー、まっすぐ歩いてきてください。ストップ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 。怖い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 。ちょっと、また30度くらい右向いてください。30度右、はい。で、ジャンプ、まっすぐ。ジャンプ。まっすぐジャンプ。ジャンプまっすぐ。あ、うま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 。もう一回まっすぐジャンプして、そのまま。オッケー、ぴょんぴょん行こう。ぴょんぴょんぴょん行こう。オッケー。ストップ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 。おい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 。はい。どんくらいだろう。ほぼ真後ろか。真後ろ向く。ほぼ真後ろ。周り右。おー、うまい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 。うまってうまい。じゃあ、まっすぐ3歩ぐらい。まっすぐ3歩。あー、逆逆逆、そっちじゃないですよ。わかんない。向いてる方がわかんない。真後ろ、真後ろ向いてください。真後ろ向いてください。真後ろ、だってコントローラー動かすとわかんないんですよ。あ、いいですね。はい、そっからじゃあ、7歩。はい。歩いてください。どっちね。正面にまっすぐ。7歩。あー、違う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 。どこ行っちゃってるんですか？何何何？わかんない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 。右に30度向いて。右に30度か？もうちょい右。ちょい右。ここ？ OK！ で、まっすぐジャンプを4、4回。ぴょんぴょんを4回やろう。そう、1、2、3、4。今ね、あのね、スイカの頭こしました、ジャンプで。どういうこと、どういうこと、どういうこと。いや、ジャンプで、どういうことですか。ジャンプで超えてったんだよね。わかんない、わかんない。回れ右して。回れ右して。ジャンプ、ストップって言ってわかんない。回りすぎ、回りすぎ、回りすぎ。ストップ。ストップって言って。あ、もう一回待って、もう一回待って。もう一回待って。ストップ。あ、ダメダメダメ、もう一回待って、もう一回待って。ラグがあるのかな。ストップ。わかんない、わかんない。違う違う、もう一回。ねえ、わかんないよね。何回も。だって、ちゃんともう、ストップ！はい。オッケー。ジャンプ、まっすぐ一回。おぉー！あ、振って、振って、振って。ナイス！落とした、落とした。ナイス、ヒレオさん。ナイス。すごくうまい。ヒレオさんね。うん。5分で2匹倒せました。すごいじゃない。はい、記録2匹です。はい。終わりです。次は、うなちゃんの番です。なんで5分で2匹って、うなちゃんもっといるでしょ、敵が。5分で2匹しか倒せなかったんですよ、ヒロさんは。やだやだやだ。前2匹、記録2匹です、ね。やだ。痛い痛い痛い、俺はスイカじゃないんだ。うなちゃん。はい。こっから始めればいいですか？え？スタートってどこですか？あ、もうここからでいいですよ。あ、そうなんだ。じゃあ回ってください。あ、じゃあ目つぶれますよ、じゃあ。はい、目つぶって。はい、うなちゃんの番です。いきまーす。はい、回ってまーす。回ってください。はーい、回ってまーす。はい、回ってください。まだ？まだ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 。まだ？はい、いいですよー。もう目回りすぎちゃったんですけど。はい、じゃあそのまままっすぐ。はーい。どこ？ストップ？うなちゃんってやっぱりおかしいのかな。何が？うなちゃんちょっと回れ右してくださいや。回れ右？はい。回れ右、はい。そしたらそのまま、はい、まっすぐずっと。まっすぐ、はい。そう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 。おいいじゃないですか。まだ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 。まだ怖い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 。まだ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 。まだまだまだ。まだ？まだ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 まっすぐ。まだまだまっすぐ。まっすぐまだ。ストップ。はい、うなちゃんやってください。嘘つくなよ。振ってください。嘘つけよ。待って待って、本当ですって。こんなすぐ止まって、早く振って、早く。右とか左行ってないよ。いいから早く振ってくださいよ。マジで振るよ。言ってるじゃないですか、早く振って。絶対嘘じゃん。嘘だから早く振ってくださいよ。振るよマジで。もうなんでこの人こういう感じなんですか。振ってって言ってる。倒した倒した、待って、倒した倒した倒したって言ってるじゃない。えはい、じゃあうなちゃん次行きますよ。そのまままっすぐ。待って、誘導が重くね。ずーっとまっすぐまっすぐ。ちょっとマジで。で、右、右向いて。右向く、はい。もうちょっと右向いて。もうちょい右、はい。はい。はい、まっすぐ。まっすぐ、はい。違う、右に向いて、スティックも。あー、ごめん。右に、はい。そう、で、まっすぐ。まっすぐ、はい。ストップ。ストップ。
そのままちょっとだけ左向いてください、はい、ちょっとだけ左、はい、はい、もうちょっと、はい、ちゃんとスティックもやりましたか。はい、やってます、やってます。はい、じゃあそのまままっすぐ、はい、ジャンプで一歩、ジャンプで一歩、はい、待って、こんな近い、右10度、はいはい、はい、もうちょっと10度、もうちょい10度、はい、20度って言うで、1歩、ジャンプしないで1歩、はい、もう1歩、はい、もうちょっと右を向いてください、はい、もうちょっと、はい、はい、何？何？何？振ってください。振るよ。振るよ。はい。はい、すげえな。じゃあ次、もうサクサクいきますから、ね。はいはいはい。記録。サクサクいくんですから。マジ、はいはい、そんな飛んだ話以外ないだろう。うまいこと言ってないだろ。でも、そなのに言うこと聞いてくださいよ。いきますよ。はい。当初は嘘だろ。言ってるじゃないですか。言ってるじゃないですか。嘘だろ、マジかよ。バレ右。バレ右。後ろに一歩ジャンプ。後ろに一歩ジャンプ。ちょっと待って、どういう方向これ、どういう、どういう方向に行ったんだよ。わからん、わからん。じゃあ、左向いてください。左向いてください。はい。そのまま真っ直ぐ。真っ直ぐ。違う。じゃあ、後ろ。後ろ。後ろ。はい。はい。はい。どこまで？怖い。ストップ、ストップ、ストップ、ストップ。はい、左向いてください。左向いてください。はい、え、なんでこれが左なの？ってこと？おかしくなってる。左向いてください。おかしくなってる。右向いてください。右向いてください。はい、まっすぐ。まっすぐ、はい。はい、はい、ずっとまっすぐ。ずっとまっすぐ、ずっとまっすぐ、まっすぐ。ストップ、ストップ、ストップ。はい、はい、はい。ひろさん、あ、もうあと一歩ジャンプ。5分間ね。いいから。はい。ジャンプ。ジャンプ、はい。違う、前に。はい。はい、右向いてください。はい。あ、右、もうちょっと右、はい、もう違う、ジャンプって言ってない。なんでこれ勝手にやってんですか。ごめんごめんごめん、分かんない。ダメ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 、ごめんごめん、右右右右右、はい、右向いて、もうちょっと右、もうちょい右、はい、まっすぐ、はい、はい、ジャンプって言ってない、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 じゃあジャンプで一歩、ジャンプ、あ、いいね、今度は、はい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 、はい、あー、ジャンプで一歩、ジャンプで一歩、はい、振ってください。嘘つくなよ。いいから早く振ってください。絶対嘘つくなよ。本当に、だってこんな近くにいるわけなくな、俺そんなに進んでないよ。いや、進んでますって。え、あれさ、一つ言っていい？はい。リスポーン近くだべ。違うよ。え、最初からまっすぐ行っただけだよ、ちょっとだけ。もう、いや、じゃあ話してるだけで5分過ぎちゃうんですけど。わかった、ごめんね、倒していいの？もう、うなちゃんのせいですから。え、これ、何、いるの？もう倒してって言ってるじゃないですか。じゃあ、なんで僕のこと信用してくれないんですか？ごめんね。行くよ、振るよ。はい、はい。あ、倒した。しかもワイプアウトの、多分ワイプアウトの音聞こえたよ。ピュンって音。ワイプアウトですよ。全部やっつけたのか、俺は。でしょ。うん。こうやっていって。うん。こうやって。あ、壁に当たったんや。こういって。うん。こういって、こういって。で、ここで誘導したんですよ。ここにいたんです。あ、ここにいたの。ここ倒したの。でももう本当直線まっすぐで。一直線すぎないか。週も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くためにみんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって僕は救われると信じています。
ぜひ助けてください。